けましておめでとうございます。平瀬楽器の平瀬智樹です。本日2020年1月2日になります。この動画が今年の動画の撮り始めなんですが、今年も変わらず音楽の話、楽器の話、お手入れとかイベントとか、そんな話をいろいろお伝えしていきたいなと思っておりますので、どうぞご愛顧のほどよろしくお願いいたします。今日はですね、1月2日でございます。まあ新年最初ということで、新しいことを今年始めようかなと思いまして、その告知の動画を撮らせていただいております。それは何かと言いますと、今すぐじゃなくてもいいんです。将来的にでもいいんですけども、生のピアノを持ちたいなと思ってらっしゃる方だけの LINE のグループを作れへんかなと考えています。これまでも実はですね、そういう方に対しては個別でいろいろご案内をさせていただいて、例えば中古ピアノのいいものがありましたよっていうご連絡をさせていただいたりとか、まあ、新品のピアノのアドバイスをさせていただいたりとか、そんなことはいっぱいしてたんですけども、もうそれをまとめたあなたにぴったりのピアノという意味で、平瀬楽器 PFU グループというのを作りました。登録はとっても簡単です。こちら、どっかに出てます、QR コードから LINE に入っていただきましたら、入れるようにしてあります。基本的には検索とかには引っかからないようにしようと思ってるんですけども、この動画チャンネル、もしくは平瀬楽器のニュースレターとか、そういうところから入ってきていただくような形にしていきたいなというふうに思っています。ピアノという楽器はですね、昔に比べると本当に身近な楽器ではあるんですが、それでもやっぱりね、高い楽器には変わりないんです。例えば、中古のアップライトピアノ、30万40万といって新品から見ると安いんですけども、それでもやっぱり高い買い物じゃないですか。ポン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 買い替えるもんではないわけなんですよね。僕も営業マンではあるんですが、基本はやっぱり技術者です。やっぱり買っていただいたものは長いこと使っていただきたいなというのが絶対ありますので、そんな変なものはやっぱり売りたくない、買ってもらいたくない、使っていただきたくないっていうのがあります。なのでそこはしっかり選び方であったりとか、あとこういうところをチェックしていただきたいっていうポイント、もちろんこれまでにも動画で発信してきているんですけれども、その LINE グループの中でもいろんな形でお伝えしていきたいなと思いますし、あと並行してですね、新品のピアノのいいところや、これいいなっていうのがありましたら、そういうところの情報もそちらでどんどん出していきたいなと思ってます。特にですね、うち の平瀬楽器は去年あたりからヨーロッパのピアノが扱えるようになってきました。どんどんその協力体制が深くなっていっています。例えばスタンウェイとかベーゼンドルフとかベイシュタインとかね、世界三大ピアノ、このあたりでこれいいわっていうのがあれば、ぜひ皆さんにも触っていただきたいですし、触れる機会があるんであればどんどんお伝えしていきたいなというふうに思っています。もちろんお高いピアノです。でもお高い理由はやっぱりいろいろあって、その理由に触れていただきたいなというふうに思うわけなんですよね。もちろんこの動画のチャンネルでもピアノの話は継続してやっていきますが、ここの動画のチャンネルのことももちろんそうですけども、それ以外のこともそのグループの中でいろいろとお話をしていければなと思っております。登録料とかもちろん何にもいりませんので、参加資格は将来的にピアノ欲しいなと思ってらっしゃる方で、ピアノって言っても電子ピアノじゃなくて生のピアノが欲しいなと思ってらっしゃる方に限ります。で、地域はこれは限らないです。うちはね、兵庫県ですけども、兵庫県の方じゃなくても全然結構、北海道、極端に言うとアメリカでも別にいいと思ってます。どこまでフォローができるかそれは分からないですけれども、情報提供はどこでもできますので、興味がある方はどんどん入ってきていただければと思います。で、いいピアノを探すお手伝いができればなというふうに考えておりますので、ぜひお気軽な気持ちでまずは参加していただければと思います。言うてもそんなにこう頻繁にバン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 こう情報を送りつける気はないですし、そもそも押し売りとかする気は全くございませんので、半分趣味といいますか、おせっかいなつもりで作るグループです。興味がある方だけ入ってきていただければと思っております。たまにこの動画のチャンネルでもこんなこと話しましたよとかいうのをどんどん出していきたいなと思ってますので、今日のこの動画見ていただいてちょっとでも興味があるなと思っていただいた方は、ぜひ、平瀬楽器 PFU グループの方に
入ってきていただければと思います。本日はこの LINE グループの宣伝でございました。ぜひ参加お待ちしております。はい、今日はですね、その新しい LINE グループのお話をさせていただきました。実はですね、やっぱ2020年新しい年始まったじゃないですか。やっぱりその新しいことをいくつか始めたいなというふうに考えています。この LINE グループももちろんそうなんですけども、他にもいくつか準備をしているものもありますので、まあ、あのピアノじゃない方にも関わっていただけるような何かを考えています。まずやっぱりうちの場合、基本はブログとこの YouTube チャンネルがまず基本やと思ってますので、そちらの方をよくよくチェックしていただければなと思っております。で、あと双方向のやり取りっていう意味では、この YouTube のコメント欄にお書きいただくか、あと平瀬楽器の LINE の方に入っていただくかすると、直接のやり取りがすごくしやすいので、ぜひそちらの方にも関わっていただけると嬉しいなと思ってます。去年の一番最後の動画でお話しさせてもらいましたけれども、今年はこうやって見ていただいている方とどんだけ関われるかがすごく大事かなというふうに思っています。もちろんですね、その再生回数とかね、チャンネル登録とかね、高評価とかすごく嬉しいんですけども、それよりも何よりもこうやって見ていただいている方とどんだけ関われるかがすごく大事かなと思ってますので、その関われる場所っていうのをもっともっと作っていきたいなというふうに考えています。今のところこの YouTube のコメント欄と平瀬楽器の LINE グループがまあ一番関わりやすいかなと思いますので、そこでまずいろいろお話ができればなと思うのと、あと今日お話ししました新しい LINE グループ、こちらでもいろんなお話ができるかなと思っております。せっかくこういうチャンネルがあって、ある程度の方が見ていただいているっていう現状がありますので、まずはこの YouTube チャンネルしっかりやっていくことが大事かなと思ってます。で、このチャンネルと、あと先ほど言いましたブログっていうのを起点にして、いろんな情報をどん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 発信していければなというふうに考えておりますので、ぜひ今年も1年ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。てなわけで、次の動画でまたお会いしましょう。それではさよなら。